マルサンホビー動画チャンネルです。10月21日、入荷しました新製品と、再入荷品のご案内をいたします。まず再入荷品ですが、こちらのハイグレード UC サダビーです。こちらが、ハイグレード UC のハイザックです。こちらがハイグレード UC のジムキャノン2です。こちらがハイグレード UC のゴックです。こちらがハイグレード UC の、ジムコマンドです。でこちらが、ハイグレードの龍神丸になります。でこちらがマスターグレードのジェストです。でこちらが、ハイグレード UC の、ジオです。であと再入荷品になりますけれども、こちらが30ミニッツミッションズの、スピラティオのアーミー仕様です。こちらが、新製品の、エグザビークルの装甲突撃ベカバージョンです。でこちらがことぶき屋の商品です。こちらはフレームアームガールズのシリーズで、ゴーラー海、ホワイトのバージョン2です。あとこちらが、女神デバイスの、シュラ、忍者葵です。でこちらは、新製品になります。こちらは金型、設楽の天気のバージョンガネーシャです。でこちらは、ことぶき屋再入荷品でライガーゼロのマーキングプラスバージョンです。あと、サーティーミニッツミッションズの、この、カスタマイズウェポンの、魔法兵装です。あと、ことぶき屋の、ウェポンユニットの連装砲です。あと、ことぶき屋の、ヘビーウェポンシステムのストロングライフルです。あとこちらが、30ミニッツミッションズの、ウェポン01アルト用の、ウェポンセットです。でこちらが30ミニッツミッションズウェポン12の、マルチウィングマルチブースターです。あとこちらが、再入荷品になりますけど、ことぶき屋の、マブラブのシリーズで144分の1の、竹見和地になります。以上が本日入ってきた商品になりますので、ぜひたくさんのご来店お待ちしております。このように、商品の紹介をどんどんしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。